お待たせいたしました。カイア島ニュースの時間です。緊急事態発生。ダウンタウン病院にゾンビウイルスが広がりました。感染しないように気をつけながら病院の秘密を探りましょう。10月26日に行われるアップデートをお知らせいたします。怪しい病院の研究チャートを完成せよ。 NPC 優しいな博士と一緒に感染者を治療し、チャートを完成させて患者イコスチュームと奇怪なゾンビダンスエモートを獲得しましょう。病院の秘密を掘り下げることでゾンビコインを獲得できます。集めたゾンビコインは怪しい病院ショップで病院テーマのアイテムに交換できます。過去のイベント開催時に獲得したゾンビコインも使用できますので、まだ残っているゾンビコインがある場合はそのコインで新しいアイテムを購入してみましょう。怪しい病院の出席簿に出席チェック。7日間ログインすると暗い場所を明るく照らしてくれる懐中電灯と怖いゾンビの傷跡を獲得できます。毎日ログインしてハロウィンを楽しみましょう。カイア島に愛と希望を広めるために訪れた BT イシビルがコンサートをするには特別な紫色のどんぐりが必要です。カイア島のあちこちに落ちている紫色のどんぐりを拾い集めて無事にコンサートを終えられるように力を貸しましょう。特別な紫色のどんぐりを採集するとどんぐりコインを獲得でき、どんぐりコインは希望に満ちたユニバースター BT イシビルのステージイベントショップで紫色のどんぐりテーマのアイテムと交換できます。こちらは10月28日にアップデート予定です。その他の変更、カイア工房に新たな制作レシピを追加、一部のガチャ商品のリストを更新、プレゼントするメッセージのプレゼントリストを更新、その他の UI および利便性を改善、ゲーム内の一部の不具合を修正。いかがでしたか？新しいアップデートは自然とゾンビのババラが大好きな2つです。少しでも参考になれたなら嬉しいです。ではアップデートの日にお会いしましょう。また同じ失敗。